数々のバラエティ番組だけでなく、スマートフォン、Google Pixel などの CM にも出演中の人気お笑いタレント、YouTuber のフワちゃんが、かねてから問題視されている遅刻癖が原因で、仕事のオファーが減少し始めていることを週刊誌、女性自身のウェブ版が伝えています。記事では、テレビ局関係者がフワちゃんについて、数字もある程度持っていて、ギャラも安かったので、これまでは制作側も声をかけていました。しかし最近では、私の周りでもいよいよオファーする人が減ってきています。さすがに失礼だよね、という認識が広がってきているんです。もう飽きたなんて辛辣な意見も出始めていますね、と語っています。フワちゃんの遅刻に対して、番組で共演している有吉さんや、プライベートでも親交が深い指原さん等が苦言を呈していますが、フワちゃんの遅刻トラブルはその後も続き、今年1月にも、行列のできる相談所の韓国ロケ企画に大遅刻し、共演した K-POP グループからを3時間も待たせていたことなどが判明し、ネット上で炎上していました。こうした遅刻癖や自由奔放な言動をめぐってたびたび物議を醸しているものの、数多くのバラエティ番組に起用されてきましたが、フワちゃんのポジションを脅かす存在も出てきているとテレビ局関係者は語り、あのさんやゆうちゃみさん、フワちゃんより若くて Z 世代にも人気の子たちも続々と登場。ギャラもゆうちゃみさんや妹のゆいちゃみさんらは、フワちゃんの半額くらいで割安感があります。ぶっちゃけキャラで今のトレンドも抑えているギャル枠は、制作サイドとしても欲しいとしています。別のテレビ局関係者は、有吉さんをはじめとした大物芸人たちからの良い評価も受けてはいますが、芸風がトラブルメーカーだと、この先はなかなか厳しい、今以上に何かしらを提示できないと、問題ばかり起こす彼女を起用しようというスタッフはいなくなると指摘しています。これに対してネット上では、もうテレビに出さなくてもいい、いなくても全然困らない。早く完全に消えてほしい。何が面白いのかもわからないし、見た目の華やかさも何もない。なんでテレビに出てるのか全く謎の人。出てたら見ない。生理的に無理。一芸もなく、物珍しさだけで起用されていたのだから、飽きられるのは必須。飽きられて受けが悪くなり、しかも予定を狂わせてまともに使えないとなれば、お荷物でしかない。こういう記事が出てきたということは需要が落ちている証拠で、あの人は今タレントになるのは時間の問題かも。替えはいくらでもいるし、一番の理由は単純に飽きただと思う。特別芸はないし、失礼なだけでトーク力もなく、コアなファンがいる感じもない。たとえ遅刻しなかったとしても仕事は減ってたと思う、などの声が上がっています。フワちゃんはコロナ禍に大ブレイクし、2020年テレビ番組出演本数ランキングでは、前年の45本から330本に激増し、女性タレント部門で5位、ブレイクタレントランキングで2位にランクインし、同年の新語・流行語のトップ10に、フワちゃんが選出されるほどで、NHK 紅白歌合戦にも出演しました。しかし、昨年から番組出演数が減少しており、フワちゃんのメディア露出は2021年をピークに減少を始めていて、ラジオ番組にフワちゃんがゲスト出演した際には、有吉さんはフワちゃんについて、今、テレビのレギュラーがないからな、だって信頼と実績がないからと指摘する場面がありました。フワちゃんは、これまで世間から拒絶反応が相次いでいた一方で、有吉弘行さんら共演者たちからはなんだかんだで可愛がられ、スタッフ受けも良いのか、ゴールデン帯の番組にもたびたび起用されていましたが、業界内でも失礼な言動が問題視され始めているというのが事実ならば、代わりはいくらでもいるだけに、来年の今頃にはテレビから消えて、あの人は今状態になっているかもしれないですね。